東宝の映画監督の坂野義光でございます。今日は本田猪城監督にインタビューを行います。私が第1回の監督作品でゴジラ対ヘドラというのを作りました時に本田監督にオールラッシュを見ていただいて、いろいろとご意見を伺って、特撮絡みの監督での大先輩ということでいろいろご指導を受けました。では本田先生よろしくお願いいたします。どうも。今日はあの映画監督、日本映画監督協会の、初先輩の記録を取るということで、お話を伺いたいと思うんでございますけども、一番最初にですね、やはり映画監督を目指された、なろうと思われた一番の若かりし日の、動機といいますか情熱というかそういうことをちょっと、伺わせていただきたいなと思うんですけども。そうですね、いわゆる動機って言って本当に俺は映画監督になるんだというような決心をもうどこでつけてね、どこでっていうようなことはちょっと記憶にありませんけどね。やっぱり映画が好きだったんですよね。で、僕らの子供の時っていうのはもちろん映画は無声であり、それから機械も映写機も手で回してね、映写技師っていうのが手でガラ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 回しながら弁士がついてた自分ですからね、それが大体やっぱり子供心に面白い面白いと思ってるうちに、中学に入る自分にはなんとなしにそういう、職業もしもこういうものをやれたらいいなという気持ちはね ありましたけどね。一番はっきりしたのは僕が中学を卒業する時にちょうど日大の映画科っていうのが、いわゆる芸術科っていうのが本校から独立してね、松原寛さんという人が あそこで、あそこなんていうとこかな、お茶の水と水道橋の間に、開校したんですよね、そのやっぱり新聞を見たし、からその時分になってくるとね、映画というのが非常に盛んになってきましてね、それで新聞なんかを読んでてもいわゆる、それまではなんとなしに活動写真つって見せ物的なもんであったのがね、新聞なんかの文化欄なんかにね、第八芸術というね、それが昭和十何年頃、いやもう昭和7、8年ですよ。あ、それなんですか。昭和7、8年にそういう、ことになって、それで僕はよしこれでいわゆる映画というものを勉強してみようということで日大に入った時に、いわゆる映画界に自分の、生活も、かけようということになったと思うんですよ、なるほどね。それで東宝へ入られたのは8年で、そうやってるうちにね、その学校へね、後で、東宝の副社長になる森さん、森洋さんがね、講師としてね週に2回ぐらい、来てましたかね。しかしね、そうね、何年でもなかったんですけどね。それでその森さんが、いわゆる PCL 映画制作所っていうところで、その映画制作を始めるプランがあるんだということでね、その講師の森さんがその映画制作所ができた時にね、金曜会っていうのを作ってね、その時に大体大学に、各大学にも早稲田慶応をはじめとしてね、映画研究会っていうのが今でもよくやってるでしょ、その中からね、早稲田からはその時には早稲田には在籍してませんだったと思うけども、早稲田にいた谷口千吉とか、それからソビエトから帰ってきてた亀井文夫君なんかも入ってね、
それで金曜会っていうのはその今の東方の、あの表門に入って左側、右側になるあそこがちょうどその宣伝部みたいな部屋があってね、はいはいはい、そこにあの昭和8年の初め頃から、いや 7年の秋頃からか、はい、金曜会っていうのがあって、そこへ行ってたわけですね。もう学生のままで、ええ、あ、そうです。そしたらその昭和8年に、いわゆる PCL 映画制作所っていうのは できるけど、このまま諸君入るかっていうことで、あ、それはもうタイミングよくが大変よくない、うん、そのタイミングよくね、うん、そのまんま僕は PCL 映画制作所に入ったわけですよね。あ、そうだ、ええ、その頃の監督さんっていうのは覚えてらっしゃるんですか？あの一番活躍したのがいわゆる木村外地さんね。あ、なるほど、ええ、いわゆる川向こうの青春というような映画を、最初のうちはその PCL 映画あの、PCL スタジオっていうのかな、はいはい、貸しスタジオとしてあの今の、はい、1と2ができたということを聞いてます。そう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 、はいはいはい、うん、そこでね、あの木村さんがあの撮ってましたよ。あ、そうです、ええ、でそれがそのまんま PCL 映画制作所に入って、木村さんとそのうちに山本さんやなんかやっぱり森さんとの関係で、はい、来ましてね。それで主に僕は山本さんの助監督、あ、そうです、ええということになったんですけどね。あ、そうですね、ええ、あの助監督時代の、まあ、特に印象深い思い出とか、まあ、その先輩あるいはそのお師匠さんとしての監督さんに、まあ、たくさん疲れたと思う、まあ、先ほど山本梶郎さんが主な、ね、まあ、その辺であのいろいろと思い出に残るとか印象深いお話など伺いたいと思いますけども。そうですね、やっぱり僕が映画監督として、それからやっぱり人間としてのこうなんて言うんだろう、もの あの見つめ方みたいなものっていうのはね、はいはい、これはやっぱり山本さんの、指導っていうか、それはとてもあの多いと思うんですけどね。山本さんという人はね、もう非常な本当の僕は自由人だと思うんですけどね、考え方が。だからこの助監督でもね、あの、うん、山本先生とはもう絶対言わせないんですよね。ああ、絶対に先生って言うなと。だから監督っていうのもね、ああ、山本さんでいいんだと、うん、山本さんでいいんだよっていう、うんうん、山本さんでしたね、うん、ずっとね、もう生まれてもいます。全然ね、そのいわゆるそういうあのなんていうと師弟関係っていうものはね、できるだけやっぱりね、あのなくそうとしたというか、その、はい、そういう雰囲気が嫌なんですね。なるほど、だからね、もう僕らのことだって本田君だしね、はいはい、それからね、よくあの助監督っていうのはもうや、あの監督の身の回りのことは一切ね、あの面倒見るとかで、そういうこともほとんどないんですね、はいはい、そういうことまで嫌うしね、うんうん、それで自由、非常に自由であって、お酒を、うん、今日はうち来ないっつって行くとね、そこで、はい、話すのが全部これが芸術の話であり、芝居の話でありね、はいはいはい、時には芸者の話でありね、はいはいはい、そういう話を聞いてるうちに、やっぱり僕らは、うん、あの、うん、なんて言うんだろう、その人間の見つめ方みたいなものっていうものがやっぱり相当影響を受けたと思うし、それが大変に僕は良かったと思ってるんですけどね。現場で山本さんがどういうポジションをあれ、あの見るか、山本さんのこうそういうあの映画の積み重ね方とか何とかっていうのは、それはもうこうするんだああするんだっていうことはなしで、やっぱり何本かついてるうちにだん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 積み重なってきてね、それ でやっぱりはっきり僕は覚えたな、こういう気持ちがやっぱり大事なんだなと思ったのは、東宝の撮影所から帰ってきて、裏門の道を歩いてる時に、はいはい、綺麗だね、この
夕焼けは釣ったそのあれがね、夕焼けってのは絶対に同じことってないねって、なんかふっとただそれだけのことがね、なるほど、こういうやっぱりものの見方ね、うんうんうん、しょっちゅうやっぱりね何かにつけてもね、そのあの言ってみれば貪欲な映画作りのするその、はいはい、うん、貪欲な気持ちね、はい、何でもこう何でも見たら、うんうんうん、その見たものに関してね、あの非常にこう鋭い目で見ていて、はい、うん、それがその間にかこうなんか、うん、固まってきて、その人の独特のやっぱり芸術感なりね、うん、なんかになってるという、うん、そういう、いや、まあ映画の現場のものの見つめ方みたいなものは全く僕はやっぱり山本さんに影響されてると思うし、大変にいい、そういう意味では師匠だと思うんですよ、ね、その後また戦争に時代としては入っていくわけでございましょう、ね、その辺のご経験といいますか、あれでなんですか、やっぱり戦争、僕はこのあのPCL 映画制作所に入って1年間ぐらいやって、次の時にはもうすでに、戦争第一連隊っていうね、はい、今のあの防衛庁のあるあそこに入りましたけどね、はい、それは入ってもう戦争がああなるとは思っていませんでしたからね、軍隊生活っていうのはできるだけ少なくしようと思って、それであの当時だと1年半勤めればもう出てくると一番やる予備役後備役というも の,、はい、ものがね少なくて済んだんで、ね、その計算でいったところが 2.26 事件にぶつかったわけですよ、はいはいはい、それから始まって、現役で満州に行き、うん、それから途中で帰ってきて、1年もいないうちにまた招集、招集2回だって通算すると結局そうですね、足掛け8年ですかね。あ、そんなに言ってらっしゃる、ですからね、1年があの当時で1年が3年っていう加算があって、僕がいるうちにね招集なのにね恩給ついちゃったんですよそうなんですか。だからもう帰ってきた時にはまだいわゆる撮影所の生活よりもある意味ではその時にはまだあれの方が多かったですよ、ね、軍隊生活。それからまた、いわゆる初めからやり直すつもりでやりましたからね。だから僕は監督になるなんて英語遅いんですよ。それでもやっぱりね映画をねやめるということは絶対にやっぱりねなかったのは好きなんですよ。なるほど、それは普通だったらね、まあ、周りの人で言う人いました、君ぐらいね、そのぐらいのあれになってきたらね、もうどうせ監督なんか慣れっこないんだから、もう他の職業に就くべきだよと、うん、それから現役開始でねあれの時、第1回の招集なんかになった 時でも帰ってきた時にやっぱりね戦争が激しくなってね、そういうこういうその映画産業なんていうのはね、はいはい、これはもうこれなんか第三種って言ったかな、なんかそういうあれがあってね、職業の中で軽蔑的に見られたんですね、最もその戦争にね関係ない方からのその弾き出される方のあれですよ、そんなだからそんなあの職業についてないでね、他へ行って軍事工場か何か行ってやるのがね、あの国のためだみたいなことをね言うやつもいましたよ、仲間の中でもね。それでもなおかつ僕の気持ちはもう絶対に映画から、俺は監督になるならないは別なんですよ、その時のあれは。これはもちろんね助監督になってんだから、最後の目標は助監督だけ、あの監督だけでもね、気持ちの中では。しかしそれにね今なれる、どうしたらなれるかという、そういうなんかねあれってのはなかったですね。とにかく
撮影という撮影のフィルム、このキャメラが回ってフィルムの匂いっていうのがねたまんないんですよ、うん、それとやっぱりあのスクリーンでね、スクリーンに向かって映画館でね映画を見てるっていう、これがもう生きがいだったんですからね、一つもいわゆる映画から、うん、映画界から足を洗おうなどということは一つも考えずに、その意味で僕はその8年間というのはある意味非常にね、あの今になってみるとね、これも一つのやっぱり監督としての戦争、戦場、それから 戦争だったあの大陸の人たちとの付き合いね、はいはい、そういうやっぱり生活も僕はやりましたからね、人間ってのね、人間との付き合い、人生というもの、そういうものがやっぱり僕を非常にあの育ててくれたと思ってるんですよ。もういつ帰れるか、いつまたあの映画が撮れるかっていうことだけのね希望みたいなもの、そういったものだけで生きてきましたからね。その第一回監督を捉えた時の印象ってのはどういうあれですか？これはね、東方にやっぱり、ね、なかなかいいね、はい、あの文化映画の作品をねあの出してんですよね、はいはい、その中のね、あれを何本かはやっぱりね撮らせるんですよ。あ、これが僕の場合は協同組合というのとね、はい、それから伊勢島っていうのを撮ったんですよ、うんうん、これをやって、うん、これならということで、それで僕はその伊勢島を撮った時にね、はい、天のねあれを撮るのにね、これはっていうんでね、その、はい、海底撮影のね、はいはい、ブリンプを作ってもらって、はい、それで海底撮影 やって、はい、興味を持った時にね、その青い真珠っていうのはこのその天の生活を山田勝郎という人が直木賞でね、はい、海の肺炎ってやつでもって、はい、撮ってたわけです、あの書いたんですよね、はいはい、でそれを僕はあの脚本にして、当時 あの僕の友達の元木というのと話をして、はいはい、それで、第一回で撮ることになって、その青い真珠の脚本を書きに行った時に 黒沢君があの羅生門を書いてね、はいはい、同じ宿屋で僕は青い真珠書いて、彼は羅生門書いて、考えてみると、うん、それどこの旅館でございます、ね、今でもあるかな、うん、あの熱海のね観光園っていう、あ、そうですか、うん、でそれからまあ青い真珠、話がまた青い真珠戻りますけど、はいはい、じゃあもうその天についてはもう散々もう実際に調べて撮影されたから、ええ、シチュエーションから何か全部生活もよく分かってらしたわけですね。そうですね、ええ、それで僕はね第一稿を書いてね、それじゃあこれを撮ろうじゃないかってなってからね、やっぱりさその当時はまた会社は良かったです。僕がね本書くためにやっぱり3ヶ月ぐらい一人であの辺を回ってね、伊勢島のあれからシナリオハンティングをやってずーっと回ってね、そんなことをやらせてくれましたよ。まあそれは当たり前のことだけどね、はいはい、やらせて、もらったことは大変に、しかしだから撮る時にはもうほとんどあんまり迷うことなしにどん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 撮れまして、で、あとその後何本も作品撮られたと思うんですけども、うん、特に、思い出深い作品といいますかね、その、まあ、代表作といいますか、非常に忘れがたいというか印象に深いような、そういうエピソードのようなことでもお話し願いますでしょうか？まあ、そうですね、まあ、いろいろありますけどね、でどっちかというとやっぱり僕はその青い真珠もそういう、形でもって入りましたしね、それから葬儀中に撮ったね、案外あれなんですけど、南国の肌っていうのもね、これは出来不出来は別としてね、はい、今のあの薩摩半島のあのシラス地帯って、あの砂地でね、あの畑がね、あの一晩ですねなくなるようなね、はあ
そういうこの作品も僕はね大変に印象深いんですよ。それはね、どうして薩摩いわゆる鹿児島県のあの辺っていうのはもうどう考えてもね温暖なところだしね、はいはい、なんかしかし旅行してみるとそんなに大きなこのね大豪農みたいな名前ないんですよね、はいはいはい、山も多いわけですね、山が多いし、はい、どうなんかそういうあれが一つはあるんじゃないかなと思って行ったらやっぱり火山灰のあれでねあんまり土地が越えてないんですよね、そういうことをやってる時にやっぱりねこれがね朝日グラフがやっぱりね、はい、特集したことあるんですよ。それからこれはっていうことでやったら後でね富士産経グループのあれなんか水野さんっていう人がいるんですよ、はい、水野茂雄っていう、はいはい、これは共産党で ね元共産党でねすごい人がこの人がね、あれはなんだっけ国策パルプか紙のあれをやってね大変に、はい、成功してて、はい、この人がね金を出してくれるので、それでね成城学園のね今あそこに大きなアパートがありますよね、はい、成城のとあれの間に祖師谷との間にあそこはね労働科学研究所っていうね研究所だったの。でそこに行ってねその薩摩の白洲祭っていうのを研究してる人たちに会ってね、それでこれもまた徹底的にやるドキュメンタリー的な、作品なんですけどね、これは葬儀中に作ったんですよ。これはまあまあ随分苦労しましたけどね。その白洲地帯って白洲というのは、ね火山灰でね灰の積もった土地なわけですね。それでねこれはねロケハン行ってびっくりしたのはねダーッとして畑がずーっとつながってるんですよ、はい、道がつながっててね、それで車で行くとね、はい、はい、ここですって車が止まってっつって降りていくとね、その畑と畑のこの間がね、はい、何十メーターかにわたってズターッと落ちてる。それがね、一夜のうちからのうちに陥没しちゃうんですよ。あ、それを知らすという。うん、知らす。そういう大事なの。チランなんかのあの辺が確かね。あ、そうですか。そうなんですよ。それのね、あれはね、その当時それで そういうところでそれをどうやって止めるかというそのあれがね、労働科学研究所とか、それからね、鹿児島に確かね今でもいらっしゃると思うんですけども、若い先生がいてその先生のとこ行って。映画だからなんとかこれが止まるようなね、はい、ハッピーエンド的なあれがありますって言うかっつったらねその先生がね悲しそうな顔してこんなこと言えないんですけど実はどうしようもないんですよ。そうですか。だからでも映画撮るって言いますからね仕方なしにお会いしましたけど私はあんまりこういうのがね撮ってもらっちゃうこれなんか本当にね映画人としてはね大変な印象ですわ。本当にそうじゃねえ。自然の脅威みたいなのですね、やっぱり。それでそのね案内してくれたおじいさんがいるんですけどね、これは私 の祖先代々の土地だったんですよ、これ南朝部か、ね、はいはいはい、それがねおじいちゃん崩れたよって言うんで、まあ、慌てて来てみたらね、ダラ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 見る見るうちにね自分のね南朝部の畑がね、まるで戦車がね、20〜30台来た音と同じようにね、カーッと言いながらね、流れていくんだ。呆然としたけどね、私はもう慌てて家に帰ってね、酒持ってきてね、飲みながら眺めてやって、こんなふうにいい話、いい話なんだこれ。もうしょうがないって、どうしようもないって。だからこういう土地ですからね、もう全く何とかこれは
止める方法はないもんかと思ってね、それでそのドラマはハッピーエンドにならなかったですか、うん、いやもうなんとかうやむやですよ。そういうところの、いやそこで働いているその研究者の話なんでね、はいはい、うん、ついにしかし一生懸命この、うん、いろんなとこへあのコンクリみたいなものを流してみたりていろんな苦労するね、結局はその話なんかももう僕は本当にね、今はもう だいぶあれなんかそういうあの災害が起きたって話あのあれしてませんでしたけど、本当にこの辺のあれでのってあのお宅の裏の方があれだそうですけども、そうですね、ちょっと見てくださいちょっとね、その道路の向こうあたりの下からねダーッと落ちてるの、これだっていつ落ちるか分かりませんね。そうなんですよ、でもねこのうち捨てていくわけないからそれはでも今でも続いてるんですか、どうなったんですかね、うん、それもう最近あんまり聞きませんですね、うん、もう止まったのかどうなのか、しかしねそんなにね簡単に止まるようなもんじゃないと思うんだけれども、しかしまあ災害のねあれは相当進んでるから、はい、そんなものが僕のやっぱり思い出だね、うん、ゴジラのシリーズをねたくさんお撮りになってるんですけど、まあ、それをの始まりといいますか、これはね僕がやっぱりね企画からね大体第一稿までの間は第一稿というか原作というかね、はい、そのあれまではねやっぱり優子さんが主体になってやってて、はい、僕の手に来た時にはまあ大体のあれはまだ名前はね G 作品つってなんか極秘で随分ね円谷、うん、さんと田中智之さんが、まあ、極秘とってあれだけども、まあ、あの当時からしたらねそんな怪獣ものをね主役みたいな映画なんていうのはね、はいはい、大体誰もあんまり乗らなかったんじゃないですかな、うん、なんかただ森山さんだけがひょっとしたらひょっとするって、うん、もう随分ひそかに研究したという噂話は聞いてますけど、はい、もちろんその辺のね事情っていうものはねこれはまた僕らと違った形のね僕は映画の裏話みたいなものにあると思うんですけどね、はい、うん、状況からすればねやっぱり円谷さんが持っていたスタッフ的なものとか、はいはい、円谷さん のキャメラワークというかね、うん、そういうものの、がやっぱり東宝の制作の中の一ジャンルとして確立しようとする形の、が芽生えてきたんじゃないですかね、はいはい、それはもちろんいわゆるゼロ戦なんかのね特撮映画っていうのは歴史がございましたですから、あるから、はいはい、それのやっぱりスタッフがあるわけでしょ、なるほど、はい、そういう形のものでやっぱりそれじゃあそうそう戦争映画ばっかりね、はい、そういうもんじゃなくしに、ね、できないかと、はいはい、それはやれるんじゃないということで、うん、で出てきて、うんうん、それで僕のところに来たのは最初はなんかねあれな、うん、あの当時のあれはやっぱり監督っていうのは僕らの若い監督なんてのは別にね自分の持ち物をね作るなんていうのはもうそんなにそういう自由自在な時代じゃないから、僕なんかはやっぱり東宝という制作会社の制作する企画の中で、まあ、作っていったようなもんですからね、それを僕のところに来たわけですよ、ゴジラっていうのがね、ただしやっぱりね考えてみるとああいうものをやっぱり作ろうとする監督っていうのはそうそうはやっぱり誰でもってわけじゃないんじゃないかな、誰でもっていうのはもちろん決めるあれよりも君どうだって言ったらいやこれはっていうふうな形の人が多かったと思うんですよ、もっと少ない感じでやろうっていうのは、うん、どうなるか分かんないようなもんですけど、うん、その それをね僕はすんなりって受け入れられたことはやっぱりその
あのドキュメンタリーでこういうものやってるわけでしょ。今あのなんかそういうこの科学的な形のものの自然にまつわるもののね。だからそういう形でもってね。それで特に僕がこれに乗ったのはやっぱりね、あれがあの原爆の実験でね、こういうものがあの生まれたというこの考え方ですよ。うん。原爆の実験したからってああいうものが生まれるというのはね、これは少しやっぱりね、あのこじつけですけどね。しかしね、ああいう大きいものがね、あのが原爆という形の性質みたいなものを持たせれば、はい、そこにやっぱりね、あのただ大きいだけじゃなくてね、はい、あの映画としてはそれの大事、性格も出てきますよね。そのなんかアメリカの起業家が向こうではそのいわゆるそのタコとかですね、サメとか そのお化けみたいな蛇のお化けがいるけども、うんうん、その観念で生まれた怪獣っていうのは世界で初めてだって非常に評価されたっていうことを聞きましたよね。それでかつまたやっぱりその文明費用になってるということで日本に帰ってまた 再上映されて大変当たったっていうことを聞いてますけど、ね、あの多分そうかもしれませんね。それで僕はやっぱりね、その時にあのいわゆる迷わずにね我々したことっていうのはそのやっぱりね、あの原爆って僕はその帰ってくる時にね、ちょうど いよいよ最後の曲げて軍隊で引き上げて帰ってくる時にあの広島を通ったんですよね。その時にね、72年間は絶対にここには草一本が生えないということを言われたでしょ。そういうものがやっぱりね、あの気持ちの中に あるんですよね。そうしてくるとその原爆というものに関する憎しみみたいなものっていうか、これええもの作ってこんなものを次から次へやったらえれえことじゃないかという、そういう気持ちがいわゆるね演出家としてね、あのゴジラにを動かすのに一つのこう迷いも出てこなかったわけですよ。これはもう僕は何回もあのいろんなところで言ってますけども、あの今でもこれだけはもう僕は忘れないんだけど、つぶらやさんと優子さんと3人であの表門廃止せってこう立ち話した時に、一番この作品を作る時に僕らやるスタッフがね、はい、スタッフが こんなものなんだっていう迷いを持ちながら作ったら絶対ダメだから、我々が一体こんな動物こんなものが出てきたら一体どうなんだろうという恐怖心はね、絶対に我々がスタッフがねあの忘れずにね、それで行こうじゃないかと。それは大事なことですね。うん、これが作る我々がねこんなものというものが、だからだったらこのままでいいじゃないかといういい加減な気持ちになったらこれは絶対ダメだと。それだけはね我々が、あの二人はどう思ったか知らんけど僕はそう思ったからこれがね、まあ今言ったみたいに僕の気持ちの中ではそういうやっぱり原爆というものの怖さみたいなものを、はい、これがね、はい、持ってっていうことでしたから、そういう性格がね、これに、発見っていうか、そういうもので描いていけばいいんだという、それでまあ迷いというものなしに行こうと。でこれはあれですよ、多分ねこのゴジラができた時になんかこれは生まれても何にもしてないね、はいはい、不安のね人がどっかこの原型を買ってきて、この中で自分でね、はい、いろんな仕掛けをして持ってきてくれたんだけど、最初のあれは人類の敵なんですよ、はっきり言って、はい、しかし何やってもとにかくね倒すことのできない、ね、動物なんていうのはこれやっぱりね、原爆がああいうものがあったからこそねこれが生まれたんだよね。その象徴に絶対にそうですよ。そうでなくてただ これをね昔のいわゆる、はい、恐竜時代の動物が出てきた、はい、暴れただけではやっぱりね全然意味が違いますね、違うと思うんですよね。これもやっぱり時代が生んだ、確かに、初めて封切られた時の反応はいかがだったんで
ですか、そのお客さんはやっぱり最初からかなり、これはもう大当たりに当たったんですよ。あ、そうですか、ええ、やっぱり、ええ、この当たり方はとにかくね、あれじゃないですかね、東宝でもあの中、あの時の確かこれね、あれじゃないかな、稼ぎ頭もいいとか、これでこの時のあれは何なんだろう、他には七人の侍のあるでしょ、あ、同じ年ですね、はい、同じ年ですよ、うんうんうん、それでね、これとあの七人の侍の方が一つ良かったと思うんですけどね、相当なあのもんだったんですよ。ベスト1か2かっていうやつですね、だってこれがね、僕はこれでもってね、一番やっぱりこの印象に深いのはね、あの小林一三さんがね、はいはい、あのまだ生きていらっしゃったね、それで毎年ね、あの東京会館でね、芸術家会議ってやるんですよ。ほうほうほう、監督、シナリオライター、うん、それからプロデューサー、はい、これだけの人を集めて、その年その前の年の反省会なんかいろいろやるときにね、はいはいはい、ゴジラが売れたっていうことをね、うん、その当時の社長さんの、うん、小林久夫さんがね、はいはいはい、ご子息、長男ですね、報告したんですよ、はいはい、そしたらパッと顔が変わってね、え、うん、本当か君、嘘つくんじゃないだろうね、いや本当ですよ、あ、そうですか、2万何千円、確か2万5千円までいったかどうかは知らないけど、うんうん、2万何千円かで売れましたって言ったら、うん、そりゃあ君大変なことだよ、うん、今もうね、1ドルだって2ドルだってね、ドルが欲しい時にね、はいはいはい、2万ドル以上ね、でまた売れたなんて、アメリカに、うん、で封切られたってことですね、うん、売れて、うん、はい、買ってったんですよ、あれね、そう言ってね、あれが小林さんがね、ドルを獲得したわけですね、うん、なるほど、喜んでね、褒めてくれた、あ、そうですか、うん、よく作ったっつって、これはもう僕らはやっぱりね、スタッフにとっては大変な、あれでしたよ。で結局あの本田監督はゴジラは何本撮られたんですか、その作品として、もうゴジラだけでなくて、あのいわゆる特撮ものもたくさんなさってるんですけど、特撮ものとしたらやっぱり20本ぐらいじゃないかな、あ、そうですか、うん、僕は あんまり数えてないけど、これ、うん、なんかで数えりゃすぐ、はいはい、それはまあ、あその中であれですか、私なんかそのラドンだとか、ええ、モスラだとか、ええ、まあ、いくつかとても好きな作品があるわけですけども、ええ、特に第一作以後で、いろいろと、まあ、思い出といいますか、エピソードといいますか、やっぱり次の怪獣的なものからすればやっぱり ラドンですよね、はは、ええ、これはやっぱりね、あの特撮の特にあのミュージシャンがね、あの非常にやっぱりあの細かく、うん、あのできた作品なんですよ。あ、はいはいはい、西鉄 あの福岡の西鉄デパートあたりのね、はい、あのラドンが壊すとこなんで、ね、うん、このミーシャのね、素晴らしさっていうか、その手の込んだこと、そのみんなのそのね、情熱がね、いわゆるああいうこういう場合のね、特撮っていうものは壊れざまだからね、はい、いかに細かくない、ね、いかにね、本当らしく、本当らしく素晴らしく壊れるかっていう、うん、そこで完成ですからね、それに対してね、あの心を配ってできたっていうのはね、うん、やっぱりあのラドンの特撮、うん、あれはあのね、阿蘇の火山も出てきて、うん、なかなか迫力があって面白かった作品ですよね、あれは阿蘇の火口をね、はい、それからあの橋も、そうそうそう、あれもできたばっかりでね、はい、ちょっとタイミングよく、ああいう新しいね、大体こういうものはその時その時で、あれしてるけど、あの橋の壊れ方もまあまあ あれだったしね、それでやっぱりイギリスあたりではね、ラドンが一番素晴らしい、あ、そうだよ、っていうのはね、そのあれもそうだけれども、出来も素晴らしいし、あの大地ね、ラドンがかわいそうだって言うんですよ、うんうんうん、同情しちゃうんですね、ただね、うん、大きいだけで、はい、
生命があればね、あの連中だって一生懸命生きてるわけですか。生きてるんだ、ただ生きてるね。自分で生きようとするとね、うん、他にあの害を及ぼす、これがやっぱりね、一つのね、社会的な何かね、うん、問題にね、うん、大国が やれば、どっかがね、やられる、うん、で戦争ってものは、一番あるのは民衆でしょ、はい、今のあの革命にしたって何にしたってね、はいはい、一番影響を受けるのは民衆なんですよ、はいはい、これはやっぱり僕 の, やっぱりあの戦争体験ですよね、うん、映画の場合ですから、そんなことをね、うん、セリフで言ったりなんかしたら、これはもう、うん、要するに一種の暴力の象徴としてこう、そうもう肌身で感じちゃうわけですね、一つの権力とね、一つの、はいはい、あのものは権力とは言えないんだけども、はいはい、ああいう形の、うん、それがやっぱ多分ね、イギリスの連中なんていうのはハートを打つんでしょうね、ハート的にはそういうものを感じるんじゃないかね、ただ大きいだけで、あれだけのことをどうしてそのね、うんうん、人間にいじめられなくちゃならないか、なんとか生かしておけないのかという、そ う, そういうところでね、なんかあの行くらしいね、痛々しくなっちゃうですね、うん、そういう点でもこれなんかあれだし、うん、その後やっぱり僕はあのあれなの、地球防衛軍っていうね、いわゆる富士山の下にあの、はい、あの宇宙人が、はい、やってくるという、これはやっぱりね、僕 の, あ, のあれですわ、こういう僕の作品の根底にあるテーマ、うん、だからある意味ではその後のいろんなね、怪獣映画で宇宙ものなんかも撮ってますけども、はいはい、流れるものはね、 それのそのテーマとすべきものがなくならないんですよね、うん、それでそれがあの繰り返される形になるんですけども、だから必ず国際会議の場合はもうソ連から何からいつでも出てきてるんですよ、それで科学者手を一緒になってやってるっていうね、こういう形のものがね、なんとなしにあの僕のいわゆるこういうもの の, あのテーマ基本にやっぱり基本にはね、うん、これはあのそれだけはやっぱりだんだんなのやってるうちにこう重ねてるうちに、そのテーマだけは作者として気持ちの中には、うん、あの置かなくちゃいけないんだなというものがだんだん固まってきましたね、うん、ね、あ、可愛いという意味であのモスラーなんてのはね、とってもあの、あれはあのピーナッツっていうのはもう最高の、まあ、キャスティングというか、そうでしたね、やっぱりね、ピーナッツがいたからね、できたんですよね、うん、あの役は、はい、はっきり言ってね、ピーナッツあれは初めからそれを当て込んで書いたシナリオ、あ、そうです、ね、あのピーナッツ が,、うん、がいなければ他の、やっぱりね、あれはあの田中プロデューサーに聞きますと、その福永武彦さんとか、そう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 、そういう純文学の人3人にストーリーを、うん、そうそうそう書いてもらってますよ、ストーリーっていうかね、アイディアですよ、あ、そうですか、うん、結局やっぱりね、ストーリーとして1時間以外にまとめるためにはね、はい、あの方たちの素晴らしいその感性でね、うん、やったものを視覚化さない、はいはいはい、ことね、やっぱりシナリオはまた別に考えていく、ね、それはね、ここはね、僕らはやっぱりね、非常に気をつけなくちゃいけないと思うんだけどもね、映画はもうスクリーンの上だけで、スクリーンで対話するわけですからね、はいはい、それはね、いくらね、そのシナリオでね、素晴らしいなんかね、感銘あたりみたいなものがあったとしても、うん、それがどう視覚はい、はい、できるかということね、うん、そうでないとそれをね見逃すと、文学と違いますからね、違う、これは そこはもう絶対に違うところなんですよ、いかにそのもちろんシナリオが良くなきゃダメだし、ですけれども、そのシナリオというものはいかにスクリーンの上でお客さんが見たいというところが視覚化できてるかそれはセリフでもって喋ってね、流しても泣かすことはできますけども、はい、本当はその泣かせるためのセリフじゃなくてね、泣かなくちゃならないようなところへ、見たいという期待以上のもう一つ上を見せなくちゃいけないですね、やっぱりね、満足が与えて それはね、転がっていかなくちゃダメですよ、あの視覚がね、はいはい、ここでこれを見せる、ここからここで見せる、これはここで見せる、これをこうつなげばいいんだということは、それはね、この時間的な今度はその物語なり なりなってくると、その間がね、どうあの観客の声を打つかが問題になってくるわけでね、それはやっぱり
これなんかもやっぱり山さんなんかも盛んに言ってるけれども、ストーリー のいわゆるテーマっていうものは3行でピシャッと書けなきゃいけない、短くて分からない、短くてそれでピシャッとそのね、言うべきことが出るような物語でないとね、ああしてこうしてこの人はこうなってこうなってっていうのがダラダラとね説明しなくちゃならないような映画は面白くないよって、これはやっぱり僕なんかの場合は金貨玉城ですね。だから何かの事件が起きた、あるいはこういうそのあれものが出てきたって言ったら、これがゴロ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 転がっていく形のね、ある時には僕は黒さんの写真の面白いなんかそうだと思うんだけど、本当にね、まあここのとこ 何作か一緒にやってて本を書いてるとこなんかこうするとね、やっぱりそれと同じことをあれしてますけどね、転がっていってね、作者自体があれこいつこっちの方行っちゃった、これ困っちゃうなとか、これだと どうしようもない、そういうなんかね、中の人物が一人で動くなんか、この頃は僕は、ね、そういう形のものがね非常にあれにも出てきたような気がするんだけど、この間なんか自作を語るって言われかな、中上健二さんっていうね作家もね、自分のあれはもう一生つながるってことは、中の人物がね本当に一人でね困るんだって言ってもね動いていくという、そういう形のもののあれを、それが本物なんでしょうね。あとなんか寂聴さんもなんかそんなこと言ってました。やっぱりね作品というのは絶対ね、その作者が困るような形でね、生きてくると初めてそれがね、その一つの1時間半あるいは2時間の間の人生というものがそこへ描かれてくるという、それをここは面白い、はい、ここは面白い、はい、ここはこうしよう、こうしよう、それでいいんだという作り方でいくと、時にその才に溺れてね、なるほど、本当の感動にならない、感動にならないと、このあれは僕は山本さんのその産業説、それで事件は絶対に転がること、なるほど、本田監督 その同世代といいますか、黒沢さん谷口さん皆さん、そうそうある方がいらっしゃるわけですけども、そういう監督仲間としての、そのこういう録といいますか、いろんなもう数え切れないほどのいろんなエピソードあると思うんですけども、なんか特にそういう若い時でも最近でも結構なんでございますけども、いろんなエピソードといいますか、なんかございましたら。そうね、やっぱり黒沢さんとは一緒に助監督もなさったり、一番お付き合いも長いんでございましょうけども、そうですね、一番最初はどの辺、山本さんの一番最初のあれは山本さんの夫の提唱っていうのがありますよね、あの時にね、僕はもう軍隊行ってて 2.26 があって、それで満州の方へ飛ばされて、いわゆる僕は 2.26 やったわけじゃないけど、行ってそれで帰ってきた時にね、ちょうど夫の提唱の後編かなんかやってたんですかね、それでその時それは黒さんがついてて、あ、そうですか、それで黒さんとその辺で山本さんの作品を中心にしてチャッキリ金太をやったり、なんかいろいろ同じ釜の飯を食うことになったという、釜の飯っすよだけど特に東条の恋なんかの時には確かね、僕と一緒に下宿したんですよ。あ、そうなんですか、一緒に下宿してそれで寝泊まりも一緒だったし、それでですから、まあ四六時中なんかまだ若かったから、もう口を開けば映画の話ね、芸術の話、それで僕はどっちかというと一番その時にね、これもどっかで書いたことあるかもしれないけども、黒さんとあれをして、黒さんのあれは
夫の貞操のセットの中だと思うんだけどね、はい、床の間があってね、そこにね掛け軸がかかってるんですよ、はいはいはい、それでなんかあの面白い掛け軸だなと思って、僕はあの絵も見るのは好きだけども、あんまりそういうの知識がなかったんだけど、はい、ああこれは鉄斎だねって言うんだよね、鉄斎ってどういう人っつったら、うん、こういう人です、はいはい、あの鉄斎のようにあれして、はい、自分はもう絵描きなんては思ってないと、うん、自分はもうあの漢学の方のね、はい、学者であると思って、全くあの絵描きと思ってないような気持ちで描いてるこの人の絵は、うん、それで年取りに従ってすごくなってるっていう、そのような話を聞いてね、ああやっぱりこの人は絵をやってたっていうことを聞いてたけどね、なんかね、あの上官になる前にもう二冠に入って、そう19歳で二冠に入ってね、はいはい、というような話を聞いてたんで、もう僕なんかとは違ってね、うん、相当なあの経験者であるし、うんうん、ふっとその時に僕はやっぱり黒さんというのは師友っていう言葉があるよね、はいはい、師匠の師っていう、はい、友ですね、うん、それでなるほど 友達同士であるけれども、うんうんうん、あのやっぱり教えられるところが大変にある人だ、ふっとそういうふうに思ったのがやっぱりずっと付き合う一つのきっかけだろうね、うん、だからいまだに僕はやっぱりね、そういう意味では彼は偉大な人ですよ。そうですね、うん、それで山さんとは、山さんがそういう人だからやっぱりね、随分、はいはい、うん、黒さんの才能も引き出したろうし、任してあれしたり、ね、はい、馬なんかね、まあ、僕はね、馬はね、あれは召集されてね、あの藩校というところでね、武漢三人の、うん、武将というところにいたんだけどね、はいはい、そこで見たんですよ、うん、作戦終わって、まだその自分はいい作品というとね、あの戦地持ってきてね、兵隊に見せてましたよ、うん、ああそうですか、うん、それでさ、あれの方はね、最後の方はやっぱりね、これは山さんじゃない黒さんだと思ったもん、取り方から、はいはいはい、うん、で僕はその時の召集はね、馬のね、セリーチンとかはね、まあ、ロケに行ってんですよ、うん、それでその、あれで川又ってところでね、鳴るものちょっと手間ね、川又ってところの、あれで群馬のね、セリーチでね、はいはい、のシーンがあるけど、あそこのロケーションは僕は行っててね、それで返したら召集になって、うん、それで行ったら、うん、出来上がって、うん、あくる年あたりに向こうで見たわけ。いや、もう思い出深いですね、うん、これはね、今でもその時の手紙は確か残ってるけど、うん、そういう思い出があったの。それからセンちゃんというのはなかなか面白い、あれで、僕らの仲間じゃ、まあ山が好きでね、よくあの山行きました、うん、僕も本格的というか相当何日も泊まろうつって行ったことあるのは、まあ、あそうだ、最初の月給は2人でね、山の道具買ったよ、はい、あそうですか、そんなようなあれがあって、やっぱり、作品が終わるとね、はあ、山へ自然に行ってっていう、こういう、まあ、うん、形のものが我々の青春だったね。ああそうですか、うん、でなんか黒沢さんも谷口さんとよく山行って1週間一緒にいたら、うん、初めは仲がいいんだけど大体喧嘩始めるなっていうことを聞きましたんですけどねそれが友達だったのね、うんうん、山って言ったらやっぱり北アルプスとあっちの方で、そんな高いところじゃなくて、僕が行ったのはもうあのあれ、いわゆる谷川岳、 あの辺だったからね。じゃあこの辺で一つ、はい、今これからのですね、はい、まあ、日本映画界もなかなか難しいところにあるんですけど、はい、まあ、これから若い人たちがどんどん育ってきてもらわなきゃいけないと思って、まあ、そういう人たちに対するですね、まあ、なんていうかメッセージといいますか、まあ、こういうことを考えて頑張れよというようなことがございましたら、一つ一言。僕はやっぱりね、若い人にはやっぱりねぐらにならないで、うんと明るくね、はい、もうどん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 、もうアメリカでもどこでも飛んでってね、はいはい、やるようにして、
それでも育ったところは日本であれ、うん、日本人であればね、はい、その中から日本人の作品というのは出てくると思うんですよ、はいはい、でその意味ではやっぱり一人一人がもう勝負の世界だから、うん、やっぱり人生の見つめ方というか、はいはい、まず第一自分自身の見つめ方のね、はいはい、見つめて一体人生観なり世界観なりというものをいつでもなんかこう自分で育っていくような雰囲気というのは本人には必要なんじゃないですかね。そういう形のものもやっぱり監督教科あたりはね、うんうん、バックアップしてね、はいはい、まあせめて監督協会もあれだな、なんかうまいものを捕まえて、うん、劇場の一つも持つようにしたらいいね、うん、随所左衆ですね、立所改心、どこでもね、はい、自主性を持てってことなんですよ。そうすると立つところどこでもそこに、まあ、うん、真実が、うん、なるほど、見えてくるということなんですよ。やっぱり善ですよ。あ、なるほどね。僕は自分の歩いてきた道に、を素直に認めてますね。不満があってとてもじゃないけどもっと他のことやったらこうだっていうなんか不満みたいなものもないし、多分最後までいつまでもやっぱり映画映像の不安できっと行くんだと思います、ね。